ティドックスシューズは2012年まで東京、横浜で年1回開催されたテデックスイベント。ティドックスシューズはテッドが提唱してきたアイディアズワーススプレーディングの精神に共感し日本のアイデアを世界の人にもっと知ってもらいたいという思いのしたテデックスプログラムが始まった2009年に設立。シーズという名称には日本のアイデアの種、世界のアイデアの種、 さらに古きも新しきも縫合し、未来への種を創造していく場でありたい、という思いが込められている。日本そして世界で活躍される、発明家、デザイナー、エンターテイナー、アーティスト、社会活動家、実業家が、毎年秋に、横浜赤レンガ倉庫に参集。例えば、石黒博に選出、佐藤康夫、海老健、天平、といった人物が登壇。 2012年11月17日、横浜赤レンガ倉庫にて、チリヌルオアカ、和音響奏楽というテーマに、ディドックスシズ2012開催。二つのものがうまくお互いを補い合う役割をするとき、それは響き合い思いもしないようなイノベーションにつながることができる。遠い同士のものが学び響かせ、未来へと新しき種を生み、育て花とうという、 ティドックスシズの発足の精神を込められている。ティドックスシズ2012ティドックスシズの公式サイトより。ティドックスシズ2009は2009年12月12日、鉄線会能学堂にて開催された第一回、テッドエックスシーズカンファレンス。最低に、情熱波動、創造の果てと題した3つのセッションで構成される。ティドックスシズ2010は、 2010年11月20日、横浜赤レンガ倉庫にて開催。コシユー、エ a タイムツーフライディープ、マイナスというテーマのもと、再繋ぎ、創造の扉、対話する、大地、新、未知との遭遇と題した4つのセッションで構成される。t ックスシズ2011は、2011年10月22日、横浜赤レンガ倉庫にて開催。一風調創というテーマのもと、 風、蝶、はじめと題した4つのセッションで構成される。ティドックスシズには様々な経歴の登壇者やプレゼンテーション、パフォーマンスを行う。ありがとうございます。